家族団らんのキングヘイローに対するみんなの反応。休日夕方は家族団らん。なんでジジイ連れてきた。おじい様が仲間外れはかわいそうじゃないのよー。擬人化するとハンニバルのあれ。若干面影があるような気がしてくるな。キングちゃんこれ外して。グッバイでもいいよ。これ外して。キングちゃんのトレーナーさんでもいいよ。外して。外したら噛みませんか？外したらどうなる？知らんのか？お前の頭にヘイローができる。それでもこの方よりもお父さんの方がヤバいんだっけ？ヘイルプリーズンはヘイロー以上の暴れん坊という評価と、おとなしく賢い馬だったという評価があるので、どちらが本当かはわからない。ただ賢く忍耐強い馬だったことは確かで、ヘイルプリーズンが骨折した時麻酔なしでギブスをつけることになったのだが、ヘイルプリーズンは暴れることなく微動だにしなかったという逸話がある。まあヘイルプリーズンなら馬主や調教師には従うはず。格下が自分の意に反することしようとしたらお仕置きだろうけど。馬主の奥様からは、ヘイルプリーズンは紳士よとか言われてたんだっけ。ヘイルプリーズンを擁護してくれる人のエピソードは見るけど、ヘイローは見ないな。こいつらの系譜は大体賢くて凶暴じゃない？口かせは自分の体をストレスでかじっちゃう大馬さんにもつけるから、イコールヤバいやつではないことは覚えておいてほしい。こいつはヤバいやつ。純朴そうな目だろう？だから外してくれないか？口かせつけてるってことは、誰かがつけ外ししてたんだよな。ご飯食べさせないといけないから、一度口かせつけたらそれで終わりじゃないんだよね。ヘイローの救務員だったって？ははは面白いジョークだ。なんであんたの指は10本満足に残ってるんだ？並べられると確かに髪色と癖毛が似てるのな。え、右下？外したらありがとうと言われ、その直後に目の前が真っ暗になるやつ。もうハンニバルレクターにしか見えなくなってきたぞ。ママのグッバイヘイローとウィニングカラーズはオーダスの関係に似ているんだよな。まあ一個上に正真正銘のミスパーフェクトがいるんだが。でミスパーフェクトが引退したら翌年アルゼンチンから一歳年上のやべえ化け物が移籍してきて、グッバイ&カラーズともどもアメリカ牝馬全員が2年間フルボッコにされるというね。そして引退する頃にはラフィアンの再来が現れて関係者の脳を焼き切っていく。この辺の時代ストーリー化したらとんでもないことになりそうだ。この澄んだ瞳で人をやりに来るのがやばい。人を何人か、してそうな目ですね。そんな、すごく澄んだ純粋な目だよ。だから、外して。ミラコ&トプロの三大家族団らんも見てみたい。モブトレ、かわいそう。今外してあげるからね。この写真何度見ても怖い。背景の色あせた感じがさらに恐怖感を増強させてくる。目も赤っぽく見えるせいで、さらに狂気の雰囲気をまとってる。川上さん、存分に暴れなさい。猛馬注意と書かれるわけだわ納得した。お母様は写真で見ると栗毛の綺麗なお姉様だけどどんな子だったんだろう。これにはキングも母方の実家への帰省拒否。ちょっと気ぐらいが高い。いや、あれとは違うな。サメの目をした馬、ヘイロー。ヘイロー晩年の落ち着いた写真もあるから。父は世界最強馬、農地の一頭。祖父は世界最強馬、農地の一頭。なるほど溶血じゃないの。高速具が必要なので実質エヴァンゲリオン。これが川上プリンセスを生み出した家系か。まるで羊たちの沈黙やん。君も口かせを外せないのかい？こっちへおいで、少し話でもしようじゃないか。しかしこのままでは話しにくいな。すまないがこの口かせを外してくれないか。カレンちゃんくん、君でもいいから外してくれないかい？その可愛い飾り可愛いですね。君にプレゼントしたいから外してくれないかい？外した前オルフェくん。キングパイセン、なんとかしてくれないっすか？パイセン、パイセン。何君のマスクと一緒さオルフェイブルくん。
よりによって姉子に声をかけたのは同じ棒の香りを感じたからなんすかね。何のことを言ってるのかわからないね、オルフェイブル君。おじい様がかわいそうよ。大丈夫。今日はいつもより落ち着いてるんだ。日本のサラブレッド頭おかしいのしかいないのはこいつの血が原因とも言える。現状ヘイロー系とロベルト系に支配されてるからな。ありそうでなかった組み合わせ。やべえやべえと言われてるヘイローも比べればマシに見えるって言われるあなたは一体？気性荒くてプライド高いのと人間大好きで、チヤホヤしてもらうために気候に走るのは両立するんだ。こんなヤバいやつなのにリーディングさや複数年取ってるやつ。4台後のウシュバ君なんか、追い切りとパドックがあまりにもやる気ないだけでレースは勝つからな。こいつはこいつでマジなんなんだよ。やる気がないからパドックでは C ランクの S ランクホース。ステゴ直系はドリジャフェスタで双璧だったのに、片方はすっかりおとなしくなってしまった。ダート適性は本当に上の台の方から来ている可能性はある。現代日本競馬の祖。この純粋な瞳よ。お花グニグニしたいだろう？だからこれ外してくれないか。私を信じてこいつを外してくれないか。私は由緒正しい北米リーディングサイヤーだぞ。怖がることはない。これを外せ。こんな高速ぶつけられてるのハンニバルレクター以外で初めて見た。日本のクセ馬でも口かせつきはおらんぞ。ゴールドシップがなんかの治療中につけてた。神グゼアルコは結構策定や想定の時に口かせつけるよ。待機シャトルとかもそうだった。こんだけ古くて荒い画像なのに目がめちゃくちゃ怖いってわかる。この気性の荒さは父のヘイルプリーズンから受け継がれたものであったが、馬の肖像画を描いている画家リチャードは両方の荒馬を見て、ヘイローも父と比べれば波の馬に見えるほどであったと語っているそうな。取ったらどうなる？間もなくこの世に別れを告げる。あの手この手で人をたぶらかして封印を解かせようとする魔王のそれ。唯一懐いてる人がいたのは違う馬だっけか。しかしこんな暴れ馬よく走らせて繁殖に回したな。ホラー映画や怪談とかで子供に言葉巧みに封印を解かせて、ありがとう。これで自由になれた。とかやるやつ。お前だけは、見逃してやるのだ。一部の説でヘイローの気性難は厩務員から虐待を受けたから説もあるんだよね。もともとそうなのかそれが影響したかはともかく、人のせいなら考えさせられるところは多い。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。